君と奏でるファンタジア、ファイナルファンタジー10実況プレイ。皆さん、こんにちは、わらにです。今回も続きをやっていきたいと思います。はい、こっから始めるのも3回目くらいかな。いい加減場所変えろよって感じかもしれませんが、この人もどけよっつって堂々と歩いてきましたけど、前回そのユーナと召喚師ユーナとルーネーコとルールーが仲間に加わりました。でもう一人ね、ガードとしているんですけど、なんかこのパーティーに入りたくないのか知らないけど今いないんでね、まあ、後々出てくるんじゃないかと思います。で、新たな冒険に出発したいところなんですが、その前に一つちょっと相談がありまして、前回寺院の中の試練の間っていうところをクリアしたと思うんですけど、そのね、工程を動画にしようかどうかって迷ってて、まるまるカットしてもいいんじゃないですかっていうご意見もいただいたので、一応皆さんにね、意見をいただきたいなと思っております。はい、選択肢としては、前回みたいにまあグダグダしながらもなんか攻略してって動画として残すか、私がよく使う 1.3 倍速か2倍速3倍速なり、倍速を使って早く進める、またはもうその工程丸々カット、アイテム取るとこだけ見せて、で最後の最後の部分くらいまではもう全部バッサリカットっていう3つの選択肢の中から選びたいと思うんですけど、私一人の意見じゃちょっとね、まあ、どれも不満を持つ方がいらっしゃると思うので、まあ、その3つの中で一番多かった意見を参考にして、これから試練の間攻略していきたいんですけど、もしよかったらご協力願います。よし、じゃあもうね、いろいろ言いたいこととりあえず言ったんで頑張っていきましょう。いユーナとね、同じ船で出発らしいので、うっとい敵が出るのね。イベントかな。いい練習台だ。その剣試してみ。あ、そっか、この剣で初戦闘ですね。じゃ行きましょう。あ、名前見るの忘れちゃった。ごめんね、狼さん。ごめん、声かぶっちゃった。やるね。あいつのスピードについてくか。お前ガードになれっかもな。飛んでるやつは俺に任せな。任せなとか言っといて思いっきり食らってんじゃん。で、はい。なんかね、人それぞれに有効的な、なんだろう、得意な敵と不得意な敵がいるんですよね。なんか飛んでる今のやつだったら、素早い敵には素早い T だが、で飛んでる敵には、あ、なんだろう、遠距離攻撃っていうか、うん、ボールを使って倒す輪っかがとりあえず得意なんで、そうやって任せていろいろ分担してモンスターにね挑んでいくといいよっつう話でございますよ、多分ね。確かそんな感じだったと思う。いろいろね、うろ覚えな部分も多々ありけりでございましてですね、いろいろ不安なんですが、ちょいと面倒なやつが出てきたな。新しい敵ですね。大したことねっすよ。軽いな、ティーだ。ほらな、やつは魔法で倒した方がいいんだ。殴ってダメな魔物は苦手な属性の魔法で倒せばいい。魔法？属性？じゃあ黒魔道士様に手本を見せてもらおうか。ルー、頼む。何も知らないのね。先が思いやられるわ。はい、属性について、魔法や魔物の性質のことを属性と言います。この世界の属性には炎、氷、雷、水の4種類があり、このうち炎と氷、雷と水はそれぞれに対立していますってことで、炎は氷に効くし、氷は炎に効くし、またその雷と水も同じ関係だよっつう話です。炎属性の魔物には氷属性の魔法が効くし、逆に氷属性の敵は炎属性の魔法が弱点。ごめんルーネ、かぶっちゃった。炎と氷はいいけど雷と水はどうなってんだ。雷属性と水属性の関係も炎と氷と同じ。あいつは水属性の魔物だから弱点は
わかるでしょ。はい、わかるでしょって言われましたので、黒魔法やりたいね。でもなんか戦うでさ、ちょっとあの前回ねルールーの武器がモーグリってなってて気になった方もいらっしゃると思うんですけど、あのルーネーが腕に抱えてるのがモーグリで、あれ実は人形なんですよね。で人形を武器にして戦うんですけど、物理曲折あれだじゃ物理攻撃はめちゃくちゃ弱くて、あのルーネーはもう黒魔同士っていうか黒魔法主体で行く感じなんでね、ほぼモーグリの出番はありませんはっきり言っちゃいますね。もうルーネー強いわ。はい、オッケー。まあ、こんな感じで敵に得意不得意があるよっていうチュートリアル的な感じかな。よく見ておく。早く行こうぜ。少しの間待つ。は？もう、いいのか？うん。何？故郷を離れるのは辛いということか？古い習慣でな。島を出る奴はこの遺跡に無事を祈っていく。あの日、チャップは祈らなかったんだ。船の時間に間に合わないってな。ここで祈らなかったらただの空気読めない人だよね祈りましょう。ルーネーもクールビューティーな感じがかなり私は好きなんですが、てかね FF10 のキャラクターたちはみんな好きですね、パーティーメンバー。でセーブしてから行きましょう。よし、じゃあ矢印出てる方向へ向かっていけば良いと思いますが、そういえばビサイド島に着いた時に初めて見た桟橋みたいなとこ見てないわ行ったハマス、砂浜、ハマスナってなんだよまあそこら辺のねなんかが、うん、船着き場だと思うんですよね。で何か文字が書いてある。キーリカソビーカネルムアラメモ、あれだね、アルベド語かな、きっとそうな感じ。これ突然何ってなるよねなると思うんだよね。私実際なったんだけど初見の時で、ボスってなってるけど、これあれですよ、ね、前回見たと思うんですけどユーナのガードの一人ですよね。とりあえずガンガン攻めていけばいいと思いますが、ジャンプ、いやー効くな。でもとりあえず有効打が何もないんで、ガンガン、ちょっとジャンプ痛い、それやめてほしいな。いや一回耐えれるな、頑張れ。ティーだ、終わったか。もういいだろ。なんだよあいつ。決まり、ロンゾ、ロンゾ族の青年、魔物の技を覚えて使いこなす。そういう意味じゃなくて、
あいつもユーナのガードさ。え？私たちにもよくわからないんだ。キマリってとっても無口だから。うん。でも私が子供の頃からずっと守ってくれてるの。はあ。はい、前回名前出なかったんですけど、彼はキマリで、人じゃない種族ですよね、どう見ても。まあ、獣っつうか、まあなんつうか。でもかっこいいですよね。ちょっといきなり攻撃してきたのは若干いただけない気もしますが。いや、綺麗だな。ってか、あのさ、ビサイド村来るときこんな道通ってないよね。あー。これもチュートリアルバトルかな。キモ。飛んでるやつはワッカの担当だろ。まあ間違っちゃねえけどよ。せっかくだ、召喚師様にいいとこ見せてもらおうぜ。はい、バトル中の交代について。バトル中に L1 を押すことで参加していないキャラクターと交代できます。交代してバトルに参加したキャラクターはすぐに行動できます。はい、ということでね、これ FF10 の最大の特徴じゃない？なんかパーティーメンバーを3人固定じゃなくて何人でも呼べるみたいな。そんな感じ。初の実戦ってやった。一応決めてくれ。修行の成果見せてちょうだい。頑張って。はい、ありがとうルーネ、頑張る。召喚について。バトル中に召喚コマンドを使用することでユーナに力を貸す召喚獣をバトルに呼び出せます。召喚コマンドはユーナのみが持つ特殊能力でいつでも使用できます。召喚獣はダメージを受けると HP が減ります。 HP が0になるとバトルから消えてしまい、しばらくの間呼び出せなくなります。召喚獣の HP はセーブスピアで回復します。はい、つまり、まあ普通のキャラクターたち同様 MP、HP があって戦闘不能にもなるよっていう話です。で、召喚は召喚師であるユーナしかできないのでね。まあ今言ってたけど。で、初呼び出しですが、このムービーはちょっと見たよね、前回ね。あー、バルファーレかわいい。かっこかわいいね。じゃあ何やろうかな。ソニックウィングとかやってみる？やってみましょう。イエイ。わわわわ。まあ、戦うよりソニックウィングでいいんじゃない？攻撃を遅らせるみたいな。違う、行動を遅らせるんだ。はいはいはい、どんどんいけ、どんどんいけ。相手の HP が高いな。戦うの方が効いたりするのかな。あー、うん、一緒ぐらい。あまりダメージ量の変化を見てなかったことに気づいた。いや、でもこっちの方が効くかもわからんな。衝撃波大丈夫、痛くない。そんなも痛くないんだ、ただの風だよ。でも風な、場合によっちゃめっちゃ痛いもんな。なんか冬とかさ、すごい風冷たいし痛いし、あれは狂気といっても。あーっと、オーバードライブが使えると、使っちゃおうぜ。シューティングレイ。はい、こうやってね、召喚獣にもそれぞれ必殺技があるんですよね。はぁ、めっちゃ強い。よっしゃ、勝利。はいはい。で、交代バトルで交代して行動しなきゃダメだったかな。多分行動すれば、そのバトルに参加した全員 AP とかもらえるっていうシステムだったような気がします。だからね、まんべんなく育てるには、まあ、交代させてくのがいいんじゃないかなと思っておるのですが。あんま私こういう攻略的なのには詳しくないっていうか、なんていうか。でかいのが再登場かよ。よし、今度は俺が決める番だな。俺の技で暗闇にしてやる。言ったな、わか。じゃあやってもらいましょう。ブラインアタック。これはワッカの特殊技ですね。何が効くんだろうか。とりあえず何でもいいや。
サンダーさっきやったからな、ブリザードにしよう。私結構ブリザードのなんだ攻撃じゃなくて魔法が好きなんですよね。ちょっとユーナが火力がないんですよね。召喚とか結構サポート役としてなんで、一応行動するだけしておきましょう。戦っての、はい、で暗闇になってるので、あれは物理攻撃かな、は効かないんですよね。はい、ファイヤー。そんでユーナをティーダに入れ替えましょう。励ますは別にいいやもう基本私はゴリ押しプレイなんで、しかもあれだ、クリティカルでやったね。はいはい。でルーネーのウォーターやってないよね。ガルダっていう敵なんだ。へえ、なかなか残るな。いけ、終わった、よし。まあ、こんな感じでキャラをいろいろ入れ替えつつ戦闘できるのも醍醐味かなって感じですね。お、グローワンドっていう装備も手に入れましたが、ちょっと見てみようかな。ワイズロットの方がいいねお、サーチサボテン、こっちにしとこう。なんかアビリティがついてる。ティーダはフラタニティで、ワッカもなし。ワッカないの悲しいな。よし、じゃあ行きましょう行きましょう。でね、なんかそのアビリティとかでいろいろ追加効果があったり、武器のねアビリティでいろいろあるわけですが、どうしよっかな。ちょっとユーナの出番がなくなっちゃうけど、さっさと進みたいので、それぞれ得意な敵を倒していただきましょうか。サンダー、オッケー。お、サボテンダーになっとる、かわいい。サボテンダーかわいいよねあの顔と格好が何とも言えぬほのぼの感が私は好きですが、いや敵になると結構 FF7 の時は厄介だったんですが、あれ FF10 でも敵として出るんでしたっけ、覚えてないです申し訳ないけど覚えてないです。よし、でここでこっち右に行くと、輪っかに突き落とされたあの湖みたいな、川みたいな綺麗なとこなんですけど、目的地はこっちなんでね。よし、じゃあ回復していこう。セーブしとく一応。あー、この BGM 好き。はい、黙ってしまいましたが、こういう時は BGM を聴いてほしい時なんで、まあ、たまにはそういうとこがあってもいいんじゃない。お、ありがとう。あ、このゆったり BGM 本当好きです。で、何をもらったんだ。指輪はユーナかな。お、いろいろあるじゃん。 HP 上げとく。リング、バックラーわっか、捨て身だな。よし、行きましょう。あ、言いたかったことたくさんあるのに、ユーナちゃんの顔見ると何も言えないや。海は魔物だらけだ。ユーナちゃんに渡してくれよ。お、ありがとう、エーテル。もうないもうないとか言っちゃって。はい、いつかこんな日が来るって分かってたんだけどね。はあ、可愛い子には旅をさせようと言いますし、本当に行っちゃうのか。これ旅の選別、村のみんなの気持ちさ。お、ありがとう。いいのかい。わしは泣かんぞ。ああ、泣かんともさ。泣かないで、きっと会えるさ。また長い旅路になるであろう。教えを信じ心していくがよい。残念ながらティーダに教えという概念は存在しないぞ、この世界で多分ね僕いい子にしてるよ、約束するよ。これ持ってって、父ちゃんからの花向けだってさ。
お、ありがとう、万能薬。ありがたいよ。ねえねえ、お船でどこ行くの？ねえ、お兄ちゃんも知らないよ。いいなあ、あんな泣かれたら嬉しいけど離れがたくなっちゃうよね。さて船旅です。リサイドからポルトキーリカへの航路かな。暴挙に出ますね。ティーダの気持ちもわからんでもないよ。ちゃんと謝った？ごめんね、ごめんね、さっきの人、ごめん、話も聞いてくれない、なんてこった。相当怒ってんぞこの人。いろいろ探索してみるか。はい、夕刻までにはキーリカに着く昼寝でもしていてくれ。はあはあはあ、この辺にあれなかったっけ、アルベドゴ辞書。いい天気だな、潮風が気持ちいいだろうな。そっか、船長さんか船主さんか分からんけど離れられないのかな。で、あとはどこに行けるんでしょうか。上、わあ、結構立派な船ですね。よし、じゃあみんなに話しかけに行こうかな。まずルネから行こう。ちょっとワッカワッカ邪魔してくれるね。話しかけれない。あんた本当は何者で、どこから来たのか知らない。ユーナの旅の邪魔をしたらただじゃ済まないから。結構警戒心むき出しですが、まあでも会ってまだ1日ですからね。そういや何も説明してなかったな。これからキーリカって島へ行く。そこで船を乗り換えてルカへ向かう。でその前にユーナは島の寺院でお祈りするから、俺はそのガードをする。神社ビサイドオーラカの必勝祈願もするから、お前も来いよな。中途半端な計画。無駄のない計画だろ。俺にふんなよ。ふふ、ほっこりするなこのやりとり。俺にふんなよ。神社ビサイドオーラクの必勝祈願も。はいはい、聞いた。神社ビサイドオーラクの必勝。あ、はいはい、オーケーオーケー、分かった分かった。で、決まり。決まりは完璧に無視ですね。ボールは関係ないのかな。すごい血筋の召喚師様らしいな。おう、あのブラスカ様のご息女だ。すげえ。ブラスカ様の娘。うん。はあ、ブラスカ様の娘。ブラスカ様のご息女ならば神を倒せぬはずがあるまい。ブラスカ様っていうのが、その寺院にね、
あ、ちょっと早いな、みんな。ジンに像が飾られてて、で10年前にシンを倒したって言ってた人だよね。お坊さんが確かそう言ってた。え、何もしてくれないと。とりあえずもう一回話す。あ、ルーネが位置変わってる。ユーナの旅の邪魔。あ、ごめんなさい、ごめんなさい、もう怒らないで。ユーナの親って有名人なのか。大召喚士プラスカ様の娘だ。ジンにご生存があったろ。10年前にシンを倒した大召喚士プラスカ様。ユーナは召喚士として最高の血を受け継いでるのさ。かわいそうだよな、親が有名だと。この人にそういう想像力を期待しても無駄ね。覚えとくよ、ブルー。ワッカはなんか舐められてる気がしますが、まあ、ティーダもジェクトっていうすごい有名人のお父さんがいるから。いや、ユーナと話したか。なんかいろいろ聞きたがってた。まあ、じゃあ話すわ。そうね、だからいろいろ苦労あるんじゃない。そういや、ユーナと。はいはい、さっき女の人がこっちに。まあいいやリサイドオーラカの面々もいるね。パス練習飽きたっすよ。俺もシュート練習したいっす。いや、基礎は大事だよ。足パスも練習した方がいいっすか。そうっすね。じゃあ今からこの手が足っすまだそういうなんか一級さん的なトンチを。トンチでもなんでもないな。なんて、なんだってダットさん。ブー、優勝目指して頑張るっす。優勝っす、優勝っす。何が何でも優勝する。ドゥルドゥル。大体ブラスカ様の娘か。やってくれるかもしれんな。無事にキーリカまでお送りするぞ。ブラスカ様の娘じゃなくてユーナって呼ばないか。ん？ユーナ様か。ではユーナ様のご無事をお祈りさせてもらおう。そうだね、よくなんかいろんな設定あるけどさ、親がなんか有名とかすごい人だと七光とかそういう風に捉えられて自分を見てくれないってなっちゃうのが嫌っていう話をよく聞きますが、やっぱそうなんだろうな。自分の実力を認めてほしいっていう、自分の存在を認めてほしいみたいな、なんかマジレスになってますがいいね。ブリッツの選手なんでしょ、ザナルカンドの。それ、ワッカから聞いた？うん、あいつ、絶対信じてないくせに。私は信じるよ。ザナルカンドでは、夜でも光が溢れていて、大きなスタジアムがあって。スタジアムでは、ブリッツボールの試合が開かれて、いつも超満員。なんで知ってんのさ。ジェクトという人から聞いたの。父さんのガードしてくれた人。俺の親父もジェクトって言うんだ。すごい。私たちが出会えたのはきっとエボンの賜物だね。似てるけど別人だよ。どうして？
親父死んだんだ。10年前ザナルカンドの海でな。そっか。ある日海へトレーニングに行ったまま帰ってこなかった。それっきり行方不明さ。ジェクトさんはその日にスピラに来たんだよ。まさか。だって私がジェクトさんに会ったのは10年と95日前。父さんが旅立った日だからよく覚えてる。時期はぴったりでしょ。でもどうやって来たってんだよ。君はここにいるよ。キーリカに向かっている。あいつの注意を引きつけたい。キーリカには俺たちの家族が。召喚師様、お許しを。待てよ。武器かよ。わあ気持ち悪いの飛んできた。もうやだ。めちゃめちゃびっくりしたんだけど、あのなんていうの、最初のさ船ドガーンみたいな来た時めっちゃうわって言いそうになったけど、とりあえず話してやんよ。ユーナ色魔法何、キャールとかしか覚えてない。ちょっと待ってね。いや戦うでいいや、倒せないね。オッケー。じゃあ決まり、特殊龍剣、龍剣やってみましょうか。はあ、はあはあ、まあこんな感じの技と。いや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 、危険なやつだな。でその今から行くキーリカってとこに向かってるから、とりあえずなんとかしないとっていう話ですよね。あーメンバー入れ替えるの忘れちゃった。まあいいか。あーめんどくせー。あ、これなんか戦い方があった気がする。あ、背びれ潰すのが先か。はい、敵との距離、真の背びれのように遠くにいる敵には剣などの攻撃は届きません。このような敵は魔法や輪っかのボール戦うで攻撃できます。ってことなんで、キマリとキイダは完璧に届かないですね。
うわやだやだ。とりあえずあれだな、ティーダをどっちがいいんでしょうかね。とりあえず輪っかにしときましょう。 HP 高いし、あのボスが選択できるはず。あれシン、はい。でユーナをとりあえずルールーに変えて、ブリザードはなんか汚そうだから勝手なイメージですけど、サンダーやって、キマリはちょっとこれを1匹ぐらい残して後のを倒してもらいたいかな。やい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 、わっ結構効くな。違う、あのこれ選択難しいんですけど、ちょっとちょっとシンさん、サンダーをシンに。これは結構ターン数がかかりそうですが、特殊じゃなくて戦うでどうしよう。まあいいや、この人で人じゃないよ、人じゃないけど、あ、もしかして龍剣とか効くんかな。ちょっとやってみようか。やだやだやだ、ルールが死んじゃう。待って、キマリも行動できるからシーンにやって、てかそのブリッツボールすごいなどんだけ遠くに投げても戻ってきそうっていうか、まあ、でも輪っかのコントロール力がすごいのかどうか知らんけど、ユーナに帰って、で白魔法ケアル、じゃあ敵じゃないよ、ムルルネにやって、よし回復、トゲはいかんっつーの。いやいやいや、結構怖いよな。てか船よく溺れないってか、なんていうんだこれ、沈まないね。ユーナはキマリに変えちゃおう。龍剣をやってみて、あ、効くっぽい、効くね。でサンダー、なんとなく水の中にいるからポケモン的な感じで、水にはまあね、一緒だしね、水に雷効くみたいな。僕もまたしっかりですが、で龍剣、はい、このターンで倒せないかな、あと1ターンぐらいかな。で、サンダー、あ、ちょっとおそらく次のターンで倒せるでしょう。わっか死んじゃうな。まあいいや、もう倒すからこのターンで倒すから、龍剣やって、お、終わりか、違うな、どんだけ動くんだよ、そんなぐるぐる円を描くように。あれなの、はい、でこれで終わりっしょ。 OK、 これで一応全員戦ったはず。経験値入るのかな謎、危ない危ないよ。